音声生態の三つのぶです。今からね、最近気がついた、骨盤の押さえ方を今までこう押さえてたけど違う方法で押さえるよっていうやり方をやっていきます。で、同じような力加減で同じようにやってるんですけれども、聞き方が全く違うんです。やりにくかったでしょ、マサト。やりにくかったです。やりにくかったんです。だけど、そのやりにくかったのを、やってあげるとね、結構ね、めちゃめちゃ効くんです。で、それをね、ちょっとね、こと細かくね、ちょうどマサトの体があるうちに借りて、解説していこうかなと思います。で、これ見て、練習してね、できるんだったらみんな勝手に使ってください。はい、そんな感じでやっていきます。はい、で、今からね、腰のね、横のやり方を喋っていくんですけど、今まではここを押さえるとき、僕、こういう風に押さえてたんですね。骨盤をこういう風に、直角にした状態で、ここのところにこういう風に力を当ててました。これでもね、しっかり十分ね、効くんですけれども、こっち側に関しては、左手で押さえるのではなくて、右手で押さえてあげて、そのまま軽く乗るだけでいいんです。これだけでね、マサトの顔見たらめっちゃ面白いんだけど、めっちゃ効くんです。今めっちゃ効いてるだろ。あ、でも、ピンポイント。うん、あ、そう。今まではこの辺全体に効いてたのが、ここ1ポイントでピンポイントに入るから、なんか、ああ、抜けそうみたいな感じ。わかる？この力と、この力は、全然同じ力なの。はい、全然違うね。だからこのやり方をマスターすると力がなくてピンポイントで入るわーみたいな。でもこっちだったらそんなに効果ない。で、今度はここはここでこうやっといて、で、ここだけピンポイントで、ちょっと難しいんだけどね、揺れたりとか、これ緩めてあげてあーってなるよね。で、あとはここをしっかり緩めてあげる。こうすると結構便利。わかる？今度反対側やってみよう。反対側もせる。はい、反対。全然違うっすね。全然違うだろ。受けると分かるみたいな。入りが鋭いっすね。そう、より入りが鋭くなる。で、これが、こっち側だったら、今まではこうだった、こう入れてたけど、これでもしっかり効いてんだよ。これでもしっかり効いてんだけど、よりこう。ピンポイントない。わかる？なんていうの？なんか違いがわかるよね。もう全然違います。鋭いもので刺されてるみたいな。鋭いもので刺されてる感じ。だからね、なんだろうねと思って考えたら、筋肉の、動き方が、こう繊維があるんだけども、この繊維に沿って押さえるというよりかは、ここのポーションに、逆らって押さえるみたいな、なんかね、角度があるんですよ。で、この角度をちょっと押さえてあげるだけで楽。これが、さらに、こうなって。な、すごいよね。気がついちゃった。やばいっす。今度マサトマサトでやってみたいなやつ。ごめんごめん。あ、前からっすね。前から。だからこうやってたのはこっちで行くってことですね。そう。で、こうですね。そう。そう、あそう。と、これやったら全然ちゃうってことですね。そう、全然違う。で、これがもう少し、ここ、ピンポイントでね。で、この手は。これでいいんすか？そう。それでいいの。おー、えぐられるような感じだね。いいね。そう、わかる？そう。この手がなかったらこうずれそうなんすよね。そうやねん。押さえてるやつが。だから、ね、何人かやっていくと慣れていく。反対側やってみようか。反対側。はい、こっちはもともとずっと左でやってるから。ああ、そうか。そう。こうやるってことですね。そうする。おお、そう。そう。痛い。
まあ、みたいな感じのやり方です。もうこれね、もしね、やってね、できそうだったら、まあ、この動画見た人で、施術者の人は使ってくれていいから、やってみてください。以上、もつれ体操水道具でした。